んな小さい子をトイレに小ケースか中野地さんにトイレに連れ込まれて そうですね、今日入ってる、役職について説明していきます。忍者、インポスター陣営です。忍者は、一定時間透明になれる忍術というボタンを有しています。透明化中は移動速度が 125% 上昇します。で、透明なのでキルモーションも発生しません。まあ、例えば透明な人が目の前で誰かをキルした時は急に目の前で死体が発生するみたいな、シェリフ自爆みたいに見えるような感覚になります。今日はね、近藤ということで、まあね、本拠地ということでね、今日はもうタスクはしません。はい、高田さんよろしくお願いします。あっ、ついたぞ、ギリついたぞ。はい、高田です。まあ普段ね、ふざけたアマースばっかりやってる人たちを今日は構成させに来ましたね。向いてないよ、今日みたいな。今日向いてない。どっちどっち、竹雄どっち選べ。え、どっちつくんだ。どっちだ、どっちだ、どっちだ、選べ。どっちだ、どっちだ。MVP、あの月刊賞はいちごが届きますよ。いちご届きますよ。あ、いちごがなんか来るらしいんで。そうですね。竹、はい、お前メリットページ、いちごに釣られてお前寝返んのか竹を。おい、風船に寝返んのか竹を。いちごに釣られて。おい、高田さん、いくら払えますか。うわぁ、こいつだ。こいつやべぇ。足元見られてる。やばすぎる。なってるやつ。あら、お、これで死んだら昇格結構よ。いやいやいや、ちょっと待って。7個。もうあれ、もう分かったんじゃないですか。7個。え、番長金庫に置いてきて、俺今ミーティングルームの方向かってんだけど。でも7個さん、ひよってるやついるって言いながらキルブラしてんで。あ、それは言ってた、それは言ってた。ひよってるやついるとは言ってた。あの、ウルセンメンバーが落ちてるので、多分まあ高田村のメンバーがやってるかなと。なんとまんだ、おい。お前なんだそれ、お前。どういう、どういう推理だよそれは。うちのメンバーは2人も消してるんですよ。ごめんなさい、7個さん、7個さんシェリフ、7個さんシェリフです。七子さん、あ、ごめんなさい、あの、シェリフ、ちょっとマジで申し訳ないんですけど、七子さん、このゲームシェリフ入ってないんですよね。本当だ。いや、説明しようと思ったけど、ズズさんが来るまでシェリフを七子さん十分の二個さだから、何の役職なのかな、教えろよ。なんだの。シェリフ、ウェーブはずっとる。あ、雨降ってさ。高田さん好きだよな、マジで。ズズさんのあの一発ギャグ大好きだよな。え？え？待って。え？え？これ助けに助けに助けに。おっ。えー？あ、バイタル。え？怖。ちょっと待って。何？バイタルか。あ、バイタル情報ありますよ、バイタル情報。直近っす、これガチ直近っす。はい、そうだと思います。3秒以内の綺麗っす。ちょっとですね、俺今、竹尾さんと同じことが気になっている。お、なんだ、あれ、今、コミサボ中じゃなかったっけ。みんなタスクの数分かってないよ、今。うん、分かってますよ。おー、くせ、黙れ。悪い子だ。うわ、悪い子だ。コミなってたわ、確かに。殺せ、マオ殺せ、マオ殺せ。待って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 待おい、パイ小僧。はい、やばい、スナパイ小僧。パイ小僧。スナパイ小僧。やったな。お、やったな。金庫室でやったな。1歳でやったのか。でも多分喋れないと思う、1歳。全然だめ。出すな。流す、その詰めないであげてください、本当に。確かに。そうだよ。悪気はなかったんじゃない。そうだね。じゃあ今回はじゃあ結構また。ママって。あ、ママ。ママ誰なの？ママ。ママ誰？ママ。ママ誰？
番長。番長番長お、待てよ。責任は番長。責任は番長。親の責任は番長。ちょっと待ってくれ。お前もおとなしくしてろ、暗室の中で。はい。どうせタスクねえんだろ、てめえ。暗室の中にいろっつってんだろ。おい、やだ。おい、こっち来い、こっち来い、お前。はい、はい、こっち来れ。ええな、こっから二度と出んなよ。はい、やめです。絶対やるよ。 おい、やられてる。あ、え、あ、ちっこいのいるぞ、これ。ちっこいのいるぞ、これ。お前、見逃してもらえると思ったら面白いやつ。なんで、あら、そんなようなか甘くないと思う。パパがやりました。嘘つけ。嘘つけ。パパ誰だよ。パパ誰。ナナコ。おい、これ認めねえぞ。認めねえぞ、俺はもう。認してあげて。もう認め、俺はもう見逃さない。俺が地獄まで連れに行く、こいつは。少年法的誤解。なんだそれ、なんでそんなこと。なんだそれ、そんなことしてた。勉強してるね、随分。ナナコって言ってる。罪を逃れることしか考えてない。呪いの言葉みたいな。ナナコ。俺じゃねえだろ。赤赤を赤赤を赤赤を。中野内さん、中野内さん、なんじゃ。ちゃんと助けやらないでください。ちょっとこっち来てください。なんじゃ。中野内さん、なんじゃ。来てくださいよ。なんじゃ。こんな小さい子をトイレに。正気ですか。お前ば、どういうことやねん。この人なんなの。なんしてんの。あれ、今すみません、あのちょっと切ると関係ないんですけど、うん、あの、はい、すごい怖くて。どうしたの、どうしたの、マオちゃん。待て、どうした話。おい、マオ。中野地さんにトイレに連れ込まれて。おい、中野地、まだ4歳だぞ。待て、4歳。中野地さん、何考えてんねん。面白くてすいませんって言いながら。今日僕、中野地さんに投票しちゃったよ、もう。あ、俺も中野地さんに投票しちゃったよ。俺も入れちゃったけどな。いや、社会的にもう生きてちゃまずいよ。正反対。もう、うざけんな。おい、任せて、うざけんな。おい、マオ、お前のせいだからさ。お前のせいだからさ。バカだ。お前だけがいるさ。え、おらす、はっちゃん。え、じゃ、ね、え、これ、あの、ちょっと、マオシーンだけ聞いてほしいことあるんだけど。聞く。マオシーンだけに、他みんなちょっと耳閉じてほしいんだけど。あ、じゃ、みんな耳閉じて。はい。なさんがミニでキルをしてました、はっちゃん。中野地さんが、あの、キルしてた、はっちゃんをキルしてた。男って小さくても毛玉なんだよ。どうしたの、マオシ、どうしたの。何があったの。今6歳の男の子が小さくもいいことに私のスカートの中に顔に向かってる。許せねえ。坊主、中野地、坊主、お前やったのか。許せねえ。やってないのか。漢字取りをしてました、漢字取りる。私のスカートの中で漢字取りをしてました。ほら、坊主。じゃあダメじゃん。どこで漢字取りをやったんや、お前。100点満点でした。100点満点かい。何見えてんの。どこでやったんだ、お前。よし、俺をするか、俺をするか。ちょっと、あら、ちょっといいですか。はいはい。なんですか。何、ちょっと、どう落ち持っていったらいいかわかんないですけど。聞かないわ。それは、どう落ち持っていったらいいか。多分、切られた方が楽になれると思うんで。あー、いや、でも、その、こういう状況なんですよ。やばい、やばい、これで残されたくない、これで残されたくない、やだやだ。やばいですよね、やだやだやだ、残されたくない。
これバイバイ、竹雄さん。竹雄さん、バイバイ。どうしよう、どうしよう、どうする。試練の会議いいよ。いいね。番長がやってたでござる。なんでござるか。あれダブルござる。忍者で。なんでござる。忍びは人の目の前で切るはせぬ。おい、嘘。嘘。なんで。さあどうする。どうする。まず終わらない。どうして。これ。どうして終わらない。うわあ。どうする。治るんか。おお。ああ。もうやだよ。俺は殺されてこんなに救われた気持ちになったの初めてだよ。